原作のねパプリカはね、僕のエンターテインメントのさっき、まあ、集大成と申し上げたけれども、やっぱり一番傑作じゃないかと思うんですね。文章によった形で映像化していくこともできるとは思うんですけれど、それは私のやることではないなと。どう暴れてもらおうが、こちらは原作はがちにできているつもりなので、結構だと思いました。絵から考えて、その絵を見せるために話があるっていうぐらいの、重心の動画をした。原作者筒井康隆、監督今智、二人のパプリカとは。これはね、エンターテインメントとしての、それから精神分析の話としての、まあ、集大成みたいなもので、映画「パプリカ」の原作は前衛的な作品を次々と発表し、巨匠の地位を築き上げてきた筒井康隆が1991年から婦人雑誌に発表した連載小説。文壇に衝撃を与えた断筆宣言直前に刊行された最後の筒井作品である。まあ、私の、まあ、得意な精神分析学の知識を生かしたもので、こういうロマンをねやりたかったんだけれども、これがそのどの程度読者に読まれているのか、非常に不安だったんですね、連載しながら。ところがその連載している途中で、新聞連載の話がありましてね、半年ほど中断しましたかね。とその間にですね、第2部はいつから始まるのかという電話があったりして、あ、じゃあ読んでくれてる人いるんだと思って、随分嬉しかった記憶があります。小説「パプリカ」には奇想天外な夢のイメージがあふれていた。筒井はこのストーリーを書くためにある方法でイメージを作り出していった。当然これはエンターテインメントですからね、枠組みがプロットがきちんとできてなきゃ書けませんので、それはがっちりとやりましたけれども、まあ、中に出てくる細部をですね、膨らませるためにやっぱり夢が必要なわけですね。その夢のサンプルっていうのはどこから持ってくるかって、自分の夢から持ってくるしかないわけなんで、で、まあ、いい夢が出てくるまでしばらく待ったりですね、そういう意味では非常に苦労しましたね。自分の夢を題材に書き進んでいった筒井、映像化のオファーも数多く寄せられ、筒井自身も望んでいた。しかし溢れ出る夢を映像にするにはあまりにも困難で、一時は実写化される企画もあったが立ち消えになったという。いよいよって時になって、やはりそのお金がないという、これはもちろん実写ですからね、当然これはお金がかかるだろうなとは思っていましたけれどもね、もうできるものと思っていたんで、断れた時は非常にがっくりしましたですね。そして2003年末、あるアニメ雑誌の企画で今智と対談、運命的な出会いとなった。最初にだから映像でどうしても見たいという気持ちがあったので、今監督にこの話を持ちかけたわけですからね。びっくりしました。いや本当に98年に、まあ、それもまあ、実現性っていうのは当時からそのかなり疑問ではあったんだけれども、まあ、なんか企画を上げろと言われて、まあ、パプリカと言って、数年を経てねまして原作者の筒井先生からそういう映画化っていう単語が出るだけでね、これは運命に違いないみたいなことを、まあ、勝手に映画「パプリカ」が動き出した瞬間だった。2004年8月、コンは前作「東京ゴッドファーザーズ」の特別上映のため台湾を訪れていた。熱烈な歓迎を目の当たりにして、こう話していた。10回
作への励みとして一番大きいですね、それはね。まだシナリオが、3分の1ぐらい進んだぐらいですから、まだまだ、ですけど、まあ、帰ったら少し本格的に、進めようかなと思ってます。小説パプリカの奇想天外なイメージ、今はどう映像化していったのだろうか。帰国後の11月、コンはシナリオ作りに追われていた。パプリカのシナリオは序盤、中盤、終盤の3つに分かれている。この日の打ち合わせは映画のクライマックスを含む終盤のパート。打ち合わせにも自然と熱が入る。いや、それさ、場所は動けないじゃん、それだって。そんなちょんちょんの展示スペースとさ、なんか無双無双たちが一緒にやるとさ、あまりにもその雑然としすぎるから。コンはシナリオ作りと並行してすでに絵コンテを描く作業にも入っていた。今まで絵コンテ作りはシナリオの構成を決めた後に行っていたが、夢の映像化を実現させるために今回はこの方法を取ったという。しかし、重要なクライマックスのシナリオが完成していない状況で絵コンテを描き進めて大丈夫なのだろうか。最後が先に見えちゃうと、最後に向かって作っていくようなところがどうしても出てきてしまうんで、あまり自分の性格だとどうしても後ろがこうだから前の方は控えておこうっていうのが強くなって、つい大きくするよりは小さくする方、無難な方を選んでしまいがちなんでね。自分に最も向いた方法論と違うものもあえて使っていこうかなとは思いますね。夢を映像化するためにコンが選んだ試み、それは原作へのこんな思いでもあった。すごく大好きな原作小説だし、だからこそ映画に、映画の原作ともしたんですけれども、そのままやるんだったらそれは小説の方がはるかに素晴らしいし、まあ、意味がないと思うんで、どうしてもその筒井先生の文章による実感とかね、伝わる感覚は映像にはそのまま置き換えられないですから、むしろそのじゃあ夢を描くっていうところで、じゃあ映像としてエンターテインメントの映画の中で、夢として、感覚を伝えながらなおかつそのエンターテインメント性として機能する、物語の中で機能するものっていうふうに考えていかないと、結局は何も取れないまま終わってしまいかねないと。その一方、この方法を取ることでコンの負担も大きくなる。まだ完成していない部分のシナリオを考えながら絵コンテを描き、同時に作画もチェックしなければならないからだ。年が明けた2005年1月、シナリオがついに完成したという。そうです。何枚ぐらい？70枚ですね。去年のうちに読んで OK 出さなきゃいけなかったのをちょっと読む暇がなくて、ついさっき読んで OK を出したと。このパプリカなら、パプリカっていう映画の全体像が自分の中で、まあ、見えたっていうような感じなんですけど、まあ、私はとにかくコンテを終わらせるっていうことですね。終わるんでしょうか。コンは絵コンテを緻密に描くことでも知られている。あふれ出る夢の映像化を最も大事にしたコンは、今までと大幅に手法を変え絵コンテを作成した。それは一枚の絵を描き、次のカットをイメージして描き進めていく方法。想像力を高め、すぐ後のシーンを考えるのだ。本番に近いくらいに描いてみないと出てこないアイディアっていうのもあるんですよ、やっぱり。
絵にしてみたらおこれ使えるじゃないかっていうのがこう出てきたり、無意識に描いちゃったものが実はすごく意味があって、これあじゃあこれが使えるなとか。そのため映画ではシナリオにはない映像が数多く出てくる。それを象徴するのがオープニングのシーン。シナリオ上ではサーカス小屋でのシーンから始まっているが、実際の映画では暗闇の中から小さな車に乗ったピエロが出てくるカットから始まっている。 It's great showtime! 絵にする段階で思いついたと。でどうしてもやりたかったと。で、まあ、夢っていう無意識の世界からいろんなものが出てくるっていうようなお話なので、それを象徴するような暗闇っていう、まあ、無意識的なものの中からすごく小さいものが出てくるんだけど、小さいものの中から大きなものが出てくるっていうような、何かこう作品全体を象徴できるカットが欲しいと。本当はシナリオ通りにやればカット3なりなんかから始まるんですけど、やっぱりそれじゃしっくりこないっていうところでこの2カットは足してます。やってるから時間がかかって、さらに予定していた尺より伸びてしまうんですけれども、思いついたものを全部諦めて、規定された予定通りの作業をしていったらきっとちっとも面白くないものになるはずなんで、まあ時々は我慢することもあれば、でも大抵はやっぱり新しいアイデア、面白い、その時面白いと思ったものをやっぱり絵にしてしまいますね。するためにあふれ出るイメージを楽しそうに解説してくれるコン。しかしこの手法は作業を遅らせる結果にもなっていた。それから半年が経った7月、コンはひたすら絵コンテの作業を続けていた。この時点で完成している絵コンテは全体のおよそ6割、物語の半分のイメージを書き終えただけだった。度が過ぎておりましてですね、自分でも完成はするんですけど、でも一度始めてしまったことはなかなかやめられない。私は進むことしか考えられない人間なので、作ってる方にもわからないぐらいだから、逆にとっても先が読めないようなね、面白いものになるんじゃないかなっていう期待もまああります。ただヘトヘトにもなりますね。この日書いていたのは雨の中、アツコと島が車の中で会話をするシーン。コンはここでもイメージを連想させ物語を組み立てていった。彼の意識は抜け殻同然でした。さまざまな夢の集合体に侵食されて。夢の集合体、あるセリフがあって、一回その夢が夢を食っていくみたいなところがあるんですけど、接触を受けた夢は次々に飲み込まれ、増殖しながら巨大な妄想に導かれて、そこでただ喋ってる2人を交互に映せば、シーンとしては成り立つんだけども、実際その絵を描いてみてみるとですね、まあ全体像で言えばこういう風な状況で、まあこっち撮ってこっち撮ってになるんですけど、まあワイパーがこう止まってるにしても、当然フロントガラスにこう水が、水滴がついてて、それが垂れるだろうなってやっぱり考えるんですよね。こう絵を描いてみると垂れるっていうと、それはなんかこう水滴が垂れて他の水滴を食って、タッ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 と流れになってダーッと合流して太い流れになるって、これはまさに喋ってるセリフと同じじゃないかと。接触を受けた指が次々と合流、増殖しながらっていうのがね、じゃあこのセリフに合わせてそういう絵にできないかと思いついたら、もうやっぱりきっとどうしてもそれはやりたい、どうやって処理しようかなっていうのを考えてて、昨日ちょっとまあ
飲み屋行った後タクシーで帰ったんですけど、ちょうどそういう雨はもう止んでて、でもフロントガラスにはまあ水が残っててっていうのをまあぼーっとそのタクシーの中で見てたら、やっぱりやらなきゃなって。夢の集合体。アクセス制御のない DC ミニではあらゆるサイコセラピーマシンに侵入可能でした。接触を受けた夢は次々に飲み込まれ、増殖しながら巨大な妄想に導かれて、その古代妄想の主というのが、こうした絵コンテの描き方をコンはこのように表現した。コンセプトとしてはチンピラエミュレーションと何言ってんでしょうね、本当に。まあアニメーションのことに限って言えば、その何でしょうね、覚えたテクニックとかね、そういうものをチラチラすぐ使っても得意になって使うようなのは、チンピラだと私は非難するんですけど、私の中でチンピラコンくんっていうのと、そのコンサトシっていうもうちょっとおっさんの方の関係、おっさんっていうシステムの上にチンピラコンくんっていうのが動いてるというイメージと、そのアツコとパプリカの関係っていうのがね、あ、よく似てるじゃないかと。そうするとその関係にもっとこう自分が共感できるというか、作品に入っていけるところがあるんですよね。で、まあ今回そのチンピラで行こうっていうのは、あの今まではそういうなんかこうこれ見よがしなテクニックみたいなものは、あんまり出しちゃいけないと、そういうの格好悪いからと思ってたんですけど、思いついたことが今回やろうとあのやってみようじゃないかと。で、大抵それで痛い目見るのがチンピラなんだけど、大丈夫大丈夫、その下にはちゃんとおっさんの方がいるから、まあ待てやっていう時もあるし、もういいから考えてやってみや、いいか思う存分やってみろっていう、そのアクセルとブレーキみたいなものがね、そのまあチンピラとチンピラコンくんとおっさんコンサトシという二重構造になっている。サンプルになる自分の夢を見るまで時間をかけて物語を作っていった筒井に対し、絵を描くことで物語を組み立てていったコン。夢をイメージしながら描いた絵コンテはカット数1046、614ページにも及び、1年半もの月日をかけて完成させた。こうして筒井の小説は映画版パプリカへと生まれ変わっていった。いや、もうちょっとね、なんとかなると思ってたんですけどね、自分にがっかりしました。気をつけろ、奴は裏切り者だ。さっきからあなたを見てる人がほら2006年3月、この日はアフレコが行われていた。いつ会えるんだい。 It's the greatest day、 勢いよく言ってショータイム。そうです、そうです。コンはこのアフレコでも現場で思いついたアイデアを物語に取り入れていった。例えば冒頭のこのシーン、当初走ってくる人物には小中は自身の声をつける予定ではなかったが、現場でのアイデアで人物には全て小中川の声がつけられた。アフレコでも実際に声を取ってみて、そこからアイデアを膨らませていった。予定したことをこなすだけだったらちっとも面白くないかもしれないけれど、予想外の成分っていうのがね、入ってくるから面白いんだと思いますけどね。この日のコンは何やら落ち着かない様子。それもそのはず、隣に原作者の筒井がいたからだ。筒井は劇中に登場するバーラジオクラブのウェイター役を演じるためスタジオに来ていた。アフレコは初めての経験ですね。アフレコ自分の、ね、声をやったことあるんですけどね、ナレーションとかそういうのはあるの、アニメは初めてです。僕は私の
小説の方では割と巨漢でですね、でっぷりしてなんか大仏さんみたいな感じだったんですけど、アニメ見ますと少し小柄なので、そうですね、ですからあの低い声と思ってたんですけれども、あの体型じゃあんまり低い声は出さないと思うんですかね。そうですね、むしろあのとぼけたキャラクターっていう、とぼけたキャラクターで意欲してやりますかやりますよそしてバーテン役にはコン自らが挑戦。いらっしゃいませ、お待ちしておりました。もっとあの、はい、なんでしょう、愛想のいい感じで、はい、お願いできるでしょうか。気を使いながらも演技指導をするコン。いらっしゃいませ、お待ちしておりました。筒井はその要求にもしっかりと応え、次々と OK を重ねていく。それに対し、いらっしゃいませ、あ、違うもう一回やらせてください、うん、はい、監督はいかがでしょう。いまいちだったよ。はい、もう一回いきます。コンさん、はい、テストが一番良かったんだけどじゃあテスト、はい、申し訳ありません。自分にがっかりしましたこの日筒井は映像を初めて見た。うん、そうですね。原作者がどう思うのかコンも気になっていたようだ。本編の方を、まあ、多分コンテ等は作らせていただいてるとはいえ、内容を随分変えてるんでね、そのことについて原作と、原作を元にしたその映画ですからね、それをどう思われてるのかといろいろ考えるところもあるんでね、あれ、その音楽聞けない、まだこっちは。筒井からはこんな要求も飛び出した。いいですね、音楽っぽい感じ、ね、すごいですね。いや、成功だもんも成功だ感想いかがですか、イメージ。いいですね、なんていうか、割とあのお話が小説よりもぐっと単純化されてて、ですからその分迫力が出てきてますね。で、僕が一番心配したのは音楽なんだけども、音楽も今日聴かせてもらって素晴らしいから、こちらからお願いしたぐらいだから、もう絶対変なものにはならないと思ってますので、それはもう任せきりですね。ですから、あの名前も知らないようなね、そういう人がアニメにしたいなんて言ってきたら、ちょっとやっぱり断ってるかもしれません。私にとって大事な作品ですから、ね、こう語る筒井。失礼いたします。そこには監督今智への信頼が込められていた。今日もこれから戻られるんですか。はい、仕事しますよ音を取ったら次は絵の仕事と、全部揃ってからやってみたいんですけどね。この時コンはアフレコと同時進行で映像の完成に向けて追い込み作業を行っていた。作業をするコンとスタッフたち、作業は連日深夜にまで及んだ。その甲斐あって夢の映像化にこだわったコンのパプリカは完成まであと少しと近づいた。作画や美術などメインとなるスタッフの作業が終了していく中、コンは毎日夜遅くまで残りパソコンの前に向かった。寂しいですよ、それは。まあ別に今回初めてでもないですね、そういうのは。まあ毎度毎度なんですけど、やっぱり人が減っていくと、なんとなく仕事場に充満してた気みたいなものがやっぱり薄れていくんでね、寂しいなっていうか、そういうもんだと分かっていても、まあそういう感じはしますけどね、まだまだこれからなんですけど、
sceneggiatore e regista Satoshi Kon。2006年8月、イタリア・ベネチアで満員の観客の拍手に笑顔で応えるコンの姿があった。パプリカは第63回ベネチア映画祭のコンペ部門に正式出品された。チケットは1時間で完売するほどの熱狂ぶりを見せ、コンは2日間で60以上もの取材を受けた。その後、世界各国の映画祭の晴れのステージに招待され、10月に開かれた東京国際映画祭ではレッドカーペットを一緒に歩くコンと筒井がいた。コンがチンピラの姿を借りて思いついたことは何でもすると言っていた映画パプリカ、それは筒井にとって最も望んでいたことでもあった。その暴れてもらわなければですね、これはやっぱりアニメとしての特徴がね出てこないわけなんで、まあ、原作通りじゃつまんないわけなんで、ね、これだけ暴れてもらってよかったと思いますね。で、暴れてもらったからこの色も豊富になって、素晴らしい、ね、あの映像になったと思うんですよ。原作の、ね、パプリカはね、僕のエンターテインメントのさっき、まあ、集大成と申し上げたけれども、やっぱり一番傑作じゃないかと思うんですね、エンターテインメントの方のね。ですからこれはもうだからこういう映像化してもらったわけだから、当然、ね、あのエンターテインメントの一番の傑作ってことになりますよね、これはね。2006年11月、映画「パプリカ」が日本での公開初日を迎えた。満員立ち見が出る中、映画館のロビーでパンフレットに黙々とサインをするコンの姿があった。立ち見の人が出てるっていうんで、立ち見の人ぐらいには漏れなくなったんです。前に歓迎を聞きまして、ささやかながら担当に会うから、わずかばかりですけどプレゼントを用意いたしました。舞台挨拶が終わった後、コンはカメラに向かってこう語った。本当に、まあ、原作はあったものの、何もない白い紙から始めてね、90分のフィルムになるわけですから、楽器のスタッフ、音響スタッフ、まあ、でもスペシャリストじゃないね、そういう制作みたいなそのポジションまで含めて、誰一人が欠けてもやっぱりこの形にはならなかった。誰か一人いなくてもパプリカはもちろんできたかもしれないけど、やっぱりこの形になったのは関わってくれた人たちのおかげですから、まあ、ただやっぱり実際そのお客さんの顔を見て見るまではなかなかね、満員だって言われても立ち見だって言われてもムードがわからない。やっぱりお客さんの顔が見えて本当に席が埋まって、立って見ている方もいるという姿を見て、様を見て本当にほっとしたと。筒井康隆、今佐藤氏、二人の運命的な出会いから3年。筒井が書いた奇想天外な文章を絵で表現し、限界までイメージを膨らますことで映像化を試みたコン。今回の挑戦をコン自身どう評価しているのだろうか。原作パプリカはビジュアルイメージ豊かではありますけど、やっぱりその文章のものであると文章的なものを映像化する際に映像的なものにし得たという意味では、映画化した意味があったと私は思ってます。原作パプリカを映像化する一つの答えだろうとは思ってますね。別にこれがね正解があるわけじゃないですし、自分なりの答えはまあ出せたかなとは思ってますけど。